はいみなさんこんにちはチームハローンズ黒川ですドル円のテクニカル分析を 3分で解説します。本日、ニューヨーク市場の見通しとなります。まずは結論から。はい、60分足、ボリンジャーバンド一目均衡表、トレンドなしのニュートラル状態、ストーキャスティックス、売りシグナルが点灯ということで、ただこの売りシグナル、形状的にあまり強い形状をしておりませんので、60分足ベース、トレンドレスの、まあ、ニュートラル状態で、レンジ内での推移かなという感じがしております。それでは、テクニカル分析とサポートレジスタンスをご紹介します。 はい、まずは60分足ボリンジャーバンド、えー、とトレンドの方向性を示す赤い点線21時間移動平均線真横を向いております。で、あのボリンジャーバンドバンド幅もほぼ一 で、まあ、推移をしているということで、まあ、あの、方向感がないレンジ内での動きかなということです。はい、その中、教えたケストキャスティックス、変わりすぎの判断基準であります80。八パラインで、売りシグナルが点灯しておりますが。まあ、パーセントデー、パーセントスローリー、二つのライン、ほぼ真横ということで。売りシグナルとしての精度はあまり高くないと考えております。はい、六十分足一目均衡表ですね。 はいこちらもローソク足と雲の位置関係から考えますと、トレンドレスのニュートラル状態、でそんな中、短期商の赤いラインの転換線が上振れしております、でもうそろそろ基準線をですね上抜けしそうです、で転換線が基準線を上抜けした場合は、好転と言いまして、会いのシグナルとなりますははいそれでは本日ニューヨーーヨク時間のサポートレジススタンスをご紹介します。 本日はあまり値、ね、動きがないと申しますが、方向感がない相場展開が続いておりまして、入、ま、浴、あ、ーー時間もです、ね、そんなにじゅビッグイベントもありませんので、まあ、このまんまレンジ内でのブレイクが、あのレンジ内での推移の可能性が高いと考えております。ただです、ねあのー、あの60分よりりも長い足になりますと あのストーキャスティックスがかなり強い買いシグナルも出ておりますので、個人的には若干、あの上目線かなという感じがしております、ただ、あの通常よりもあのプライスアクションはあの結構静かめかなという感じがしております。はい、本日のですね はい、レジスタンスラインなんです、えー、すみません、サポートラインですね、サポートラインです、まずは128円の救急、128円の救急レベル、これは何かと言いますと、4時間足21本移動平均線レベルということですね、続きまして、レジスタンスラインなんですけれども、はい、4時間足のプラス2シグマラインレベル、129円の、まあ、78レベル、129円の78レベルという、このぐらいですね。はい と考えております、はい、本日の予想レンジ、128円の99レベルから129円の78レベルということですね、はい、ポイントです、レンジ内での推移、だがもうそろそろ上昇ということで、はい、あの先ほど申し上げたとおりです、ね、まあ、60分よりも長い時間軸になりますと、ストーキャスティックス、かなり強い買いシグナルが出ております。はい でですねまあ、ちょっとあの現状はあの方向感が乏しいレンジ内での動きとなっておりますが、もうそろそろ上振れしそうかなと考えておりまして、ただです、ね、あの積極的に上昇するという相場展開になる可能性も、まあ、の本日、ビッグイベントはありませんので、低いと考えておりまして、そこがい動きかなという感じがしております本日は以上となります。